うわ、ライブ YouTube できた。え、始まってる？いや、始まってない？ライブ知ってない？まだじゃない？来た。YouTube 来た。YouTube 来た？来た？あ、来た。なるほど。来てる。はい。あ、来てるわ。だね。じゃあ挨拶から行きますか。はい。手の早間口、背番号16番フォワードの、浮田健生です。よろしくお願いします。よし、やるし、けっけっけっ。次真鍋さん、お願いします。背番号28番ディフェンダーの真鍋ひかるです。よろしくお願いします。森くん、お願いします。背番号19997、プラス6613、森です。よろしくお願いします。お願いします。だいぶしなくてない。はい。いや、いいと思うんですけど。いい？よかったよかった。うん。よろしく。今日は、この3人の共通点は97年組ということで。はいはいはい。はいですね、ライブ配信をさせていただいてます。はいはい。どうですか？自粛期間中の生活は、森くん。いや、まあ、結構ね、この、初めてですけどね、こういうのは。初めてだけど、まあでも、いい経験になってるんじゃないかなと思ってます。ああ、そうですね。この家の中で過ごす時間。はい、いや、そう、おうち時間ということで。はい、おうち時間を充実してる。まあ、はい、うん。いい機会じゃないですか。そうですね。はい。真鍋さんはどうですかね。そうですね。まあ、暇な時間をしっかり家で過ごすっていうのも悪くないかなって感じで。硬いな。意外と、意外と充実してますね。そうですね。非常に。硬いですよね、森さん。硬いですね、真鍋さんに。硬いね、やっぱ。硬いね、やっぱり。まだなんか。でも俺らも、やっぱ俺らこんな硬くないじゃん、本当は。本当はこんな硬くないけど、今硬くなってるってことは、はい、やっぱね、みんなが見てるっていう、やっぱ、緊張感もあるから、ね、それは仕方ない。でも俺らは全然硬くないし、仲いいよね、普通に。まあ、そうだね。ための気まずさとかもないし。気まずさはないね。うん、そうだね。まあ、最初、そうですね、初対面の時は結構、森くんが、まあ、オラオラしてたんで、怖かったこともあったんですけど。喋りかけれなかったもん。そうだよね。うん。だいぶ。逆に俺が、健生と光が、なんかそういう、なんか、もっとオラオラしてんじゃねえかと思ってたから、いや、もうどうしようと思って最初。まあでも、多分俺初めてだったからさ。あ、それはよかったわ。そう。うん、でどういうふうだと思ったら、なんかめちゃくちゃ低姿勢でさ、話しかけてきたからさ、めちゃくちゃいいやつやと思いながら。それはよかったわ。そう。でも最近はもうね、暴れ散らかしてるよね、二人とも。そうだね、最近はすごいよ。最近はもう、慣れた。さすがに慣れた感じがあるからね。やる気は全然。YouTube で、ご覧になってる、皆さん、もし質問があれば、いつでも、質問お願いします。質問してね。はい、答えるように。お願いします。質問してよ、みんな。準備してるのでお願いします。みんなしてよ、質問。で、今回のお題は、はいはいはい。人気者になるためには、どのような要素が必要なのかっていう話になってますね。なるほど。あ、質問入りました。はいはいはい、森選手、なんで室内なのに帽子をかぶってるんですかっていう質問。いや、これはね、いや、いいんですよ、別に、取っても。ね、取ってもいいんですけど、さっきね、シャワー浴びたばっかなんで、時間がなくて、もう帽子かぶっちゃいました。だから、午後の時は、帽子かぶらないですよ。今だけです。今だけ。ね、はい、今だけですね。今だけ帽子かぶります。はい。じゃあさっきの話の続きで、じゃあ人気者になるために必要な要素って何だと思いますかね。人気者、その人気者の
基準というか、基準なんだろう、うん、そのなんだろう、どういう人気者なのか、はい、ただ単にその何好かれるタイプなのか、あ、はいはい、目立つタイプの人気者なのか、はい、とによると思う。サッカー選手としての人気者ってなると、サッカー選手とどんなイメージですか ね、 ね、俺から、はい、いや、サッカー選手としての人気者はやっぱりサポーターじゃないですか。サポーターにとかどれだけ愛されるか、はい、だと思いますね。そうですね、はい、そこだと思います。まあ、サポーターからの人気は、うん、サポーターからの人気ですよね、うん、まあ、そのためには多分ファンサービスとか、はい、まあ、ピッチの試合の時もそうだけど、それが2つ多分大事になってくると思います。ありがとうございます。はい、はい、意外と真面目な答えが、はい、意外とね、初っ端からボケちゃうね、ちょっと放送事故になりかねないから、一発目はちょっと真面目に開けましたね。はい、あの今佐久間くんがね、今ね、あの LINE 電話で邪魔してきますね。電話してきますね、拒否します、すいません佐久間くん。戻ってきてください。はい、戻ってきました。今もすごい電話かかってる。あ、趣味は何ですかっていう質問が入りました。趣味、そうですね、まあ自分は趣味は結構漫画とか読むことが好きですね。まあこの期間も漫画とか読んで、まあキングダムとか、まあ、最近ではあのハイキューっていうバレーボールの漫画読んで、すごいまあ面白かったなって思いました。こんな感じで。森選手、まあ、あ、光頼む。光くんね、光くん。やっぱりネットフリックスとかで漫画とか見てるんですけど、一番はやっぱり音楽をよく聞いてますね、僕は。そうなの。渋いな。初めて聞いたけど。渋いね、ヒカルさん。はい。何の音楽聴くんですか。最近はね、うん、やっぱり今テラサウスやってないから、おあの、はい、あれ、あのなんだっけ、コーラルとか歌ってるの。スパイシーソウル。ああ、スパイシーソウルを最近はよく聞かさせていただいております。いいね、渋くない？渋いね。渋い。練習向かうときとかに流れると、流れますもんね、よく。はい。お、あ、こんにちは。こんにちは。あ、ゆうとさん入ってきた。さあ、パイセン。パイセン入ってきた。ゆうとさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうとさん、お願いします。あまりにもひどかったらもう3人で対談しといてやろう。ゆうとさん入ってきてくれたからね、これは。そうですね。コータ、めっちゃ部屋きれいやん、お前。それどうしたの。いやいや、俺もともとっすよ、俺。違うよ。俺がいた時と違うよ、お前、それ。そっか、よくない。早いな、ゆうとさん。いじりが早いな。すぐ来たな。いや、もう人気あるからいらんやろ、そんなん、お前ら。いや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 、いやすごいですもんね。まあフォロワー数とか見てもやっぱりゆうとさんダントツだね。はい、 SNS 見てると。でもやっぱさ、あれだよ、ゆうとさんがなんかそういうふうにうまいんだよね、やっぱり関わり方がいろいろ、人との関わり方が適当じゃないですか。サポーターそうだし、どうも光る、光るけんだよ、こいつ。こんなん絶対思ってへんやん。いや、今のはめちゃくちゃ、今のはちょっと、今のひどいです。いろんな各チームの選手とかね、そういうのが多分、書かれ方うまいから多分人気者なんですよ。いや、お前のがすごいよ、部屋で帽子かぶれてんねん、もう一人。それはできないですよ。すごいよ、俺できない。俺ね、ちょっとあの、そんなんできへんやん。シャワー浴びたばっかでもう髪セットできなかったっす。逆逆。シャワー浴びたのになんで部屋で帽子かぶんねん。直毛なんですよ、俺。本当はセットしたかったのにな。知ってるわ。そんなやつおらんってなかなか。いないっすか。いや、でも、あの、ゆうとさんのノートあるじゃないですか。あ、出た。バカにしてるからな。いやいやいや、いや、あれは本当、いろんな選手がやってると思うんですけど、あれを、なんか自分の、まあ、幼少期とか、苦しかった、まあ、乗り越えたところを言葉にするのってなかなか難しいと思うんですけど、毎回読んでてすごいなっていうふうには思いますね。
すごくない。やったらいいやん、自分も。そうですね。でもなかなか、なんだろう、そんな鮮明に思い出せないというか。だから思い出すねって。なるほど。人間って忘れるから。そういうところからか。お前はいい、お前はいい、お前はいい。あ、俺はいい、俺はいいですか。お前はいい。俺はいい。俺はいい。ちょっともう退出してもらっていいから、お前は。いや、早くないですか。早くない俺。いや、結構早いの、退出。コータは、まあ、有名だったし、幼少期から、小中。そうだよ。そうっす。知らないやつはいないもんな。知らないやつはいないっすよ。いや、知らんかったよ。すごいな、やっぱ違うな。すごかった。全然っすよ。そんなこと言ったら、もう、ケンセイさんだってそうよね。いや。ヒカルはさ、高校サッカーからじゃん。まあ、確かに、高校サッカーと J。そうだ。ヒカル高校サッカーから、トイ横浜行って、で、インハイが出て、インカレか。インカレ出て、うん、で、山口内定するって決まっ、なんか、その試合の時に決まってるっていう、うちの税理士が、ヒカルのプレー見てて。またその話すんの。ヒカルのプレー見てて、めちゃくちゃいい選手って、ああ、そうなんだっていうところで、そこで知ったかな、初めて。ありがとうございます。うん、近世はもうユースの頃は知ってた。これも知ってる。プレミアでなんかハイライトでなんか浮きたなんか結構出てきて、その時からかな、知ってたの。ありがたいですわ。なんかごっちゃんゴール多かった気がするけど。あ、ごっちゃんゴールで、そうですね。よく見てるよ。大丈夫かな、この3人で。俺、何になってきたの。いや、これちょっとやばいかも。ちょっともう退出してもいい、途中退出あり、これ。いや、なしです。なし。途中退出なしっすよ。俺なんかもう巻きこみ、もらい事故になりそうやからさ。もう大丈夫です。もう事故多分起きてる。え、もう何回か多分事故起きてますわ、これも。やばいや、MC3 人エグいって。97エグいっすわ。荷が重いわ。なんか、そうっすね。なんか喋るタイプの人もいないっすもんね。なんか、確かに。なんだろう。うん。なんか、コータも喋るけど、別に、止まるタイプじゃないし。だから、まとめる人がいない気がする。俺とヒカルもそんな喋らないし。でもヒカルキャプテンじゃないの？そうっすね。キャプテンでしたね。じゃあ、いきなりゆうたくんに質問いいですか？うん。おいしょ。やっぱ人気者になるためには、まあ、ゆうたくんのインスタ見てると、やっぱり投稿とか多いと思うんですけど、やっぱりそのインスタとか人気者になるためにやっぱり重要だったりするんですか？いや、分からんけど、でも、まあ、SNS は、うん、自分の言葉で物事発信できたりするから、ダイレクトにつながれるからいいんじゃない？まあ、使い方によっては良し悪しはあると思うけど。だからまあ、そういう部分では自分を自己プロデュースする。はい、自分を世に知ってもらうためにはいいと思うよ。だって結局普通に生活してたらさ、はい、例えば今こうやって映ってる光の部屋だったり健生の部屋だったり、はい、まあコートはどうでもいいけど、だそういうものをさ普通の人は見れへんわけや。そうですね。普段選手がどういうものを気に入って使ってるかとか、普段どういう服装してるのかとか、そういうのを見れへんから、その基本的にやっぱ、ファンサポーターとかは、まあ、例えばレノファでの例えばケンセイだったりヒカルだったり、まあ、下のポンコツとかを見てるわけで、じゃあそれ、まあ、練習着着てるとか試合のユニフォーム着てるとか、そういう姿をたくさん見てるわけで、そうじゃない姿も絶対知りたいと思うから、そういう部分を出す分にはすごくいいと思う、うん、ありがとうございます。勉強になります。結構他のバカにしてるやつがいるな。こいつもですか。知ってたね今。でも、ヒカル、いや、俺じゃないし。こうで、ヒカル、SNS、ほぼね。そうなんだよね。そうだよね。一番使ってないイメージだわ、ヒカルは。確かに、一番使ってないかも。やっぱり、これを機に、ちょっと発信していきますわ。そうだね。した方がいいと思うよ。結局、だから、例えば、基本的にやっぱり今はさ、レノファ、山口の、まあ、各々選手やんか。まあ、これ、この先どこ、
まあ、海外行ったりとかステップアップしたりとか違うチーム行ったりするかも分からへんけど、個人一人、自分個人についてきてくれるファンっていうのはどこ行っても応援してもらえるから、そういう意味ではそういう人たちをたくさん、作ることがすごく大事かなとは思う。ありがとうございます。もういい、もうこれで退出して終わっていい？いや、まだです。もう分かん、最後までです、ゆうたさん。最後ってこれ何時までやんの？わかんないです、俺も。お前だってこの後もあるやん。いや、ダブルヘッダーってどういうことですか、マジで。お前のこの後もあるやん。人気者なんだよ、多分。そういうこと？そうやね。お前人気者やなって。こういった人気者なんだよ。多分意味が違うと思う、それ。いや。何？違う？ちゃんとしてもりくん。はい、します。YouTube 見れないからね、質問がな、コメントとか何質問いっぱい来てるな。本当？真鍋くん、色白なんですけど、日焼け止め塗ってるんですかっていう。どんな質問やね。やね今年から塗り始めましたね。肌が荒れちゃう。いや、塗った方がいいよ、マジで。ああ、いいんだ。ほんまに塗った方がいいよ。しみじじになるから。マジか。俺とかこうた。しみじじになるから。ジグロだから。いや、もうじゃあ、しみだらけっすよ。いや、だって、いや、もうお前、しみだらけの前に肌荒れしまくってるから、もうだめ。てっ肌汚いから、ね、イラ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 。えぐいね、やっぱね、異次元の異次元してくんだよね、やっぱり。肌汚いんだ。だって見てみようだって。汚いんだよ、ね。もうこんなんに日焼け止め塗ったら余計肌荒れするじゃん、もう。なんか、異次元だな、やっぱいじりが、ゆうとさんは。いつも上を越えてくる、なんか、想像のはるか上を越えてくるね、いじりが。じゃあ、だってそっちのあの、クソ汚い部屋の、いや、扉開けてみろ、お前。マジで綺麗っすって。全部そこに突っ込んでるやろ、お前。あんたに何も。いや、マジで綺麗っす。これに関してはマジで。見てけんせ、これ多分ほら、お金持ってるから、後ろの廊下もまた電気ついてるよ、これ。うわ、またっすか。すごいですわ。やばい、ついてるこれ。集中放火してきた俺に。やばい、ないの電気やっぱ。この流れ、えぐいな。これやばいぞ、この流れ。ケンセ、YouTube 見ながらやってんの？あ、YouTube 見ながらやってます。見てみよう。これ、ズームしながら見れるんですか、YouTube？ いや、だってお前それ、いや。携帯は無理。俺 iPad やってるもん、これ。あ、そういうことね。あ、タイキャンプはきつかったですかって来てます。タイキャンプきつかった。めちゃくちゃきつかったですね、暑くて。これはでも、あの、ね、みんなが死ぬほど走ってる時期、俺は行ってないから。そうですよね。最後の5日間、6日間ぐらい、さらっと参加しただけやから。でもめちゃくちゃ急だったんですかね。急だったんですね。だから、あれは、ほんまに、お前が朝、日本時間で、7時ぐらい、あれ。はい、違うな。多分そうっすよ。そうっすよ。に、ゆうとさんと、お前が急に LINE してきて、ああ、情報入ったんやと思って、だから、あの日、あれの、前日の夜、日本時間11時ぐらいに、タイ飛んでって言われた。やば。そっからも即練習するね。そうで、その、あのパスポート更新行ってたから、パスポート手元にないから、お前が LINE してきた後でパスポート取りに行ってっていう。もう過密の中の過密っすね。過密よ。それすごいっすわ。それであの24時間後にはあのタイ の日本羽田から空飛んでたしね。えぐれ。懐かしいですね、もうタイキャンプ。いいな。だってあれからもう、はい、あれからもう3ヶ月でしょ3ヶ月、うん、やばいな。やばいよ。2か。いや、3だね。3だよね。早い。なんかあっという間だね。大丈夫ですか？こいつ多分やばいと思う。やべ、計算できねえわ。数学もできないし。あ、ひどい。質問来てます。おいいね、いいね、いいね。質問ちょうだい。レノファで一番女性にモテる選手は誰だと思いますかという質問が来てます。これね、誰だろう。おいいね、いいね。質問ちょうだい。あれ、キーキーすごいな。キーキーすごいな。ハウリングがすごい。誰か猿飼ってる？お前だよ、猿。
誰が人気あるの知らんもん。あいせん、レノマルからも愛されてるかな。なるほどね。ゆうとさん的には誰ですかね。いや、まだ手探り。誰が人気あるのかな。まあでも多分、まあ、カズマじゃないの。あの感じだと。ああ、なるほど。うん。そう、きっと。見てると思うし。ちょっとお前ら3人ちゃんとうまく回してや。俺、今回ゲストやから、何もする気ないからさ。そうだ。確かに今の面白いだって、あの猿のやつ本当に、うん、じゃあ猿のやつあのいっぱいやるからさ、あの何最終手段だったら猿やりまくれ俺が。あーもう絶対俺もトミさんに言おう、もう今回は絶対失敗やつ。これはもしかしたらこれあれだね、質問どんどん答えていくスタイルじゃないとあれ終わるね。そうだね、多分俺らの話じゃなくて、多分質問答えたら受けた方がいいかもしれない。あ、はい、じゃあ山口でどこか観光は行きましたかっていう質問が来てます。おお、じゃあ光からでいいじゃない、うん、僕はコロナが始まる前に唐戸市場に一回行ったんですけど、祝日じゃなかったんでやってなかったです。このくらいです。おもろい、落ちがもう辛くない。だって下関まで行ってやってなかったでしょ。すごいな。そっていうかさ、お前らさ、ま、クソつまんない内容の話すんな。みんな見てくれてるんだけどさ、これやばいな、これ。形式的に話してどうすんねん。もっとあるやろ、他に。もっとあるだよ、ほんまに。これどうしよう。マジで。えぐいって。やばい。もっとあるやん。盛り上がる話って何なんですかね。何なんですかね。確かに。何だろう、これさ、4人でこれやって何がおもろいですかね。視聴者だろ。いやだ、何がおもろいの。俺今回ゲストで入ってきてるから回す気ないで。いやもうそうなんですけど、何を求めてんだろうと思って、視聴者は。うん、何を求めてださ、視聴者の皆さん。何を求めてみたのか。じゃあさ、まあ、先生とさ、光はさ。まあ、プロになって、まあ、入って、まあ、実質今活動休止してるけどさ、はい、プロに入って、じゃあ学生の時と今これちょっと違うなって感じたこととかないの？いい質問よ。まあ僕は練習があった時はやっぱり大学からの練習が終わった後帰宅するのと、やっぱりレノハに入って練習後帰宅するのではやっぱり全然疲労感が帰ってからどっと来るっていうのはやっぱり一番差を感じてますかね。やっぱりその強度っていう部分だったり。ああ真面目やな。じゃあこれは通用するけど、これはこういうところでは全然負けてねえな、大してそんなに通用しないとか思わへんなっていう部分ないの？それ聞きたい、それ聞きたい。それはそれ聞きたいわ。まあヘディングと運動量とかだったりはやっぱり通用するのかなと思ってますね。まあ、スピード感とかはやっぱりスピード感とかはまだついていけてない部分があると思うんで、なるほどね、決めたいですね。なるほど。じゃあ健生は、最初の質問ですよね、まず。そう。まあ、今まで、まあ、学年とかがある中で同期が何十人もいたり、まあ、組織だったんですけど、まあ、今同期が3人でいろんな、まあ、年の選手がいたりして、まあ、今までにない、なんだろう、チームの雰囲気というか、上の選手がいればなんかまとまるなっていうのはすごい感じましたね。なんか、はい、なんか真面目やな。いやでも初めての感じだったんで、そう思いました。でもそんなん言うてもさ、お前はさ ACL 出てるわけやろ。そうですね、ちょっとだけ、はい。そういう意味ではさ、ここさ、ちょっとさ、他の人とかとさ、あの、はい、踏んできてるさ、あの、場数が違うやん。
正直言ってみたら。だってあんなんもうさ、ほんまにギスギスのドロドロやもんない、なんていうの、国と国が乗っかってるやん、はい、チームとチームの上に国と国が乗っかってるやん。確かに、そういうのはなんか、なんだろう、まあ、相手のサポーターとかもすごい、なんだ、もうめちゃくちゃ勢いあるし、なんか唾吐いてくるとこだったり、なんかまあ日本ではありえないなっていうのを、まあ、感じたり、まあでも、その時はまだユースの選手として、まあ、日誌登録していったって感じだったんで、今はまあプロってなって、まあ、また責任感とか、まあ、違う環境でもう生き残りかけていくっていうところで、そうですね、まだまだなんか対応できてないなっていうのはありますね。確かに俺とマッチアップしても存在感消えまくってるもんな、お前。それだけは言わないでください。いつもアドバイスもらってます。いつも暴露されてるぞ。いやでもありがたいです、マッチアップした時に、はい、アドバイスをいただいて。全然触らないもんな。なかなかボール引き込めなくて、森くんのように。おい。もうコウタはいいわ、だって聞いてもどうせなんかもうしょうもない話って帰ってこうんですよ。いや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 、俺真面目な話しますよ。聞いたことないけどな。うん。怒られてばっかりやもんな、こいつは。はい。もう怒られてしかないっすよ、俺なんて。絶対だってさ、シモさんはだって練習の内容、マジで結構難しい時あるやん、制限が。あ、はい。うん。こいつ絶対間違いますわ。こいつ絶対怒られるやん。違う絶対、1回はまず絶対みんなに怖いって言われるやん。絶対間違いない。あれなんでな、わざとなんですかね。あれは、多分もう怒られすぎて、俺プロ1年目がずっと怒られてるから、もうなんか怒られてるのがなんかもう麻痺してんすよね。麻痺してて怒られてるのが。で、まず、ボールタッチ制限のやつで、俺がミスったときに、あ、もうなんか、例えば2タッチのやつで、2タッチしちゃって、もう逆にミスるより、もうタッチしちゃってミスらない方がまだいいかなっていう考えがあるから。いや、違う、お前さ、意味分かってる？お前今、さらっと言ってるけど、ちゃんとルールが決まってる練習やのに、お前はそのルールを全く度外視した考えをしてるから、そもそものところで。そもそも破ってるんですね。いやもうそれは多分俺がボケてるだけです、多分シンプルに。分かってるんだ、でも。うん、じゃあ、分かってやってるってこと？いやいや、ね、それだと待ってない。ってことやな、それやったらお前今度練習再開したときに、もしそうやったときに俺、でかい子に横でシモさんに言うからな、お前。言えたか、それ嫌だな、なんか。シモさんこれ見てへんかもしれへんか、俺言うからな。嫌だな、それ。言うからな。嫌だ、それちょっと違うんだよな。そういうことやんな、現世と光る今のな。いや、もう間違いないですよ。これは間違いないですよ。間違いたくないんですけど。もう間違っちゃってるから、一つ一つ間違えてくれるから、うん、しっかり。そう、だから俺が怒られて安心してるでしょ。あ、これこのルールダメだっての。ルールがあるんだよ。俺は思ってるよ。もう言うたらお手本でしょ。頭悪いなって。頭悪いなってまたやってるわと思ってるけど。毎回なんでね。絶対怒られるやん、はい。絶対間違えるんで。そうなんだよな。ちょっと確かに逆にもうなんかまあね、そうですね。本当にかだからそういうことやな。お前かルール実際分かってるけど、それやってみそるぐらいやったらルール破ってやった方がええわと思ってるってことやもんな。いや、ゆうさん、そういうわけじゃないですけど、視聴者の皆さん、これ流出しないようにお願いします。もう絶対俺言うからな、しもさんに、お前。そのミスったとこ横でも言うから、しもさん、こいつルール分かってるけど、そのルールでミスするぐらいやったらルール守る方がええわ思ってやってもらったほうがいいから。もうそしたら確信犯、俺が悪いわ、絶対。それ俺が悪くなる。悪いんだ。それは絶対お前が悪くなるじゃないですか。お前が悪いの。もともとこいつが。そもそもシンプルに。別に俺間違えてるわけじゃないですけど。まあまあまあ、次行きますか。あ、逃げた逃げた。ビブスとハチマキ、笛を使った練習でミスるのって質問が来てますけど、そうですね。それ誰それ。多分選手だな。いや、違う。え、違う違うけど、その練習でよく確かにミスってるのも。あ, あれでも、あれでもずるいよ。だってもう、しもさんのさ、もう、そうですね、もうこれで決まるもん。
まあ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 。ボールが近、逆にそうですね。近かったら、まああれですもんね。もうだって気持ちよくビブスでボール回しして、ブワー攻めてるときに、シモさんが悪い顔してピッて吹くね。そしたらもう、振り返らないといけないし。そう。で、そこで起きるハプニングに、シモさん喜んでるから。いや、面白い、ね。あれずるいよ。動かされてるってことですね、僕たちが。そうだから、シモさんの手のひらで俺らはこうやってコロコロされてるだけだから。うん、コロコロされてるか。お前はだからコロコロされるの嫌やから、飛び出して、コロコロされるぐらいやったら、違うとこ行く。それやめて。そう。一番かいの、それ。一番かいのから。お前そうやから。いやいや、やります。あんな練習やったことないっすね。やったことないな。はい、ハチマキと。まあでも、ビブスやったら俺やったことあるん、ね、で、大学の時。あ、本当ですか。大島さんが代表監督になった時に、はい、ビブスを8色ぐらい使う練習が流行ったんよ。えぐいな。絶対間違えんじゃん、こう。そう、その時にやった。だからもうむちゃくちゃ。まず、色が分かんないですね、8色も。ああ。基本赤と黄色と緑と青ぐらいしか分かんないです。じゃあお前他の色認識できひんってこと？いや、嘘っす。すいません。大変だな。嘘っす。すいません。やっぱファンタジスタは違うな。えぐい、それそれえぐいで、違うわ、ちょっとついていけへんわ。あかんで、なんか YouTube でね、コメント来てない、キモいとか来てない、大丈夫？うん、ちょいちょい来てる。全然来てない。全然来てない、来てないか、よかった。やっぱりお前ら3人 MC にしたトミさんの声絶対聞きにやな。責任ついてるし、俺、ね、トミさん、やっぱグラグラです。でも他の人たちどうなんだろう、どういう感じなんだろうな。あんま見てないから分からないですけど。みんなどういう会話しました？結構前回は亮平くんがぶっちゃけトークみたいな。ああ、そっちとかのあれか、盛り上がるのか。でもぶっちゃけトークって言っても、なんか俺らまだ全然まだいないからできなくないっていうのか。まあ確かに。うん。で、怖い先輩誰よ、怖い先輩。怖そう。お前らだってさ、あんまりさ、まあ、ロッカー逆やしさ、30オーバー全員、こっちサイドやロッカー。確かに。日本人で。だって、ケンセイがだって、キクちゃんとかと喋ってるとかあんま見たことないんだよ。まあそうっすね。まあグラウンドとかでしか喋ってないっすね。そうだろ？はい。僕、最初、キクさんのことめちゃくちゃ怖い人だと思ってて、タイ同部屋だったんですけど、おくっそいい人でした。めっちゃ優しいです。見た目がもう、怖いからな、もう。はい、あ。それは。森はいいわ、もうだって、もう先輩のこと全然舐めてるから、こいつ。舐めてないっすよ。舐めてないっすよ。舐めてるやんけ、お前。去年と全然違うやんけ。いや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 、もう去年は、いやまあまあ、その年の年齢差もあると思いますよ。その実行営とかが多かったから、甲府は。すごいな。いや、変わらへんやんけ。変わんないっすかね。山口どうだろう。でも、結局、お前だって結局、俺とも11個離れてるやろ。確かに、ゆうとさんちょっと別枠ですわ。で、お前、菊ちゃんもいて、ケンちゃんもいて、お前、カズヤとも10個離れてんねんから、年齢考えたら変わらへんやろ、お前。確かにね。まあまあでも優しいですね、みんな。めちゃくちゃ優しいと思います。はい、怒られてないもんね、去年よりね。いやー、ちょっとすみません、のびのびさせてもらってる。本当に。こんなの、でものびのびさせてもらってるから、でも優しいですね、みんな。みんな。ね？違う？いや、優しいです。優しいと思うよ。いや、でも最初。なんか練習参加に来たときは、亮平くんとたけるくんがめっちゃ怖いイメージ。ああ、もうでもそれはあるあるやで、やっぱ練習参加に来た子は結構言われるし、はい、でプロ1年目の選手とかやっぱ何やっても怒られるから、でもそれは昔にはマシになったんじゃん、今の時代は。最初めっちゃ怖かったんですけど、まあ、たけるくんはめちゃくちゃ優しくて、まあ、亮平くんは、まあ、結構言ってくれるんですけど、はい、よくしてくれてるんで。お世話になってるもんね、亮平くんに。はい、なってます。ありがとうございます。プレースタイルともそういうのがもうリンクするわ。え、勢いのない感じ。
勢いのない感じ言われてる。勢いのない感じ。まずいな、それ。それは、俺だって最初、ほんまは YouTube の企画、トミさんからもらったときに、お願いしたいんですけどって言われて、はい、パークベッド何しますかって聞いたら、最初、その若手よ、俺が若手4人、若手というかルーキー新卒4人に、なんかそのプロとしての大切なことをどうの教えるって言われたときに、俺ちょっと手に負えないです、断った。寮生と寮ですね。なんかもっとすごいことになってる。いやもうだから、ここにだから森コータ抜きであの2人ぶち込まれると思うと、俺ゾッとする。もう俺手に負えへん。いや、めちゃくちゃですね。それはやばいな。それもちょっと見てみたかったけどな。やばいでしょ、絶対。絶対にやめよう。やっぱ、会話ができへん。会話ができへん。ああ、はい。まあまあ。でも、いじるって大変。大卒2人は、もう、あの、帽子、室内でわけわからんと帽子かぶってるやつは高卒やん。そうっすね。大卒の人の方が、やっぱ、会話のキャッチボールはできる。確かに。確かに、コータと話してても。そう。会話のキャッチボールならへんやろ。聞いてることと全然違う答え返ってきたりするんで。確かにね。だからやっぱサッカーでも一緒よ。同じことに何回も怒られてるやん。ちょちょちょ、俺のバクロアイスって言ってた。同じように何回も怒られてるやん。それが出てるやん。普段から出てるやん。会話のキャッチボールが。やばい。聞いてるのか聞いてるのか分からへんっていうのが。一回ちょっと昼寝してきていいですか。いやいやいや。行って。一回昼寝していいですか。行って。行っていいよ、そこ止めて。そこ止めて。しらけるね。今日しらけるね。今日調子悪いね。でも面白いってコメント来てる。本当？よかったよかった。嬉しい。面白いんだ、やっぱり。じゃあさ、ヒカルはさ、キッチャーとセンターバックで組んだ、はい、出たことあるの？そのあれ。あります。はい。なんかその、どういうとこに違いを感じた？やっぱり、まあ、能力の高さはそうですけど、まあ、一番は、聞き察知能力と、なんかポジショニングの部分ですかね。やっぱり、カバーリングの位置だったり、あの J リーグの開幕戦、もう見て育ったんですけど、やっぱり一人で守れるっていう部分があったんで、ここはやっぱえげつないなと思いましたね。確かに、えげつないな、あの人。一緒にやっててもやったもんな。あれでも大学生の時もっと飛んでたからね、あの人。ああ、そうなんですね。駒沢ですもんね。いや、もうやばかったよ。あの、空中で止まってたから、あの人。わかりやすく言うと、わかりやすく言うと。化け物やん。ほんまにそれぐらい能力高いから。ボラン、キクさんってボランチとかもやってたんですか？だから、駒大の時は多分ボランチやってたんかな。だから相手のゴールキック全部キクちゃんで弾き返してたから。うわ、駒沢っぽい。ぽいやろ。駒沢っぽいやろ。いますわ。はい、駒沢っすわ。そう。だからもうほんまにあの人は能力高いけど、もうなんか一緒に組むと分かる。マジ頭いいし、能力高いし、引き裂く能力いいし、キー効くし。うん、逆に剣聖はさ、はい、誰と同じポジションなんだろう。今でも左か。そうですね。カズマと一緒か。とか、パウロ君とか。ああ。大変やな。そうですね。激戦区。だいぶどっちのがやりやすいの、左か真ん中は。いや、どうだろう。大学の時はずっと真ん中やってて、まあでもツートップだったんで、その時は、まあ、ある程度まあ役割とかがあったんですけど、ワントップってなると、まあいろんなとこに気使ってなると、まあ難しいですね。確かに。そう、ドリブルとかが得意でわけではないんで、まあ、いかにゴール前に顔を出せるか考えてプレーしながらしてると、まあ、わけわかんなくなったりします。面白いな。見てて面白いもんな、やっぱ。いやいや。下あれやろ、あの帽子かぶってる人は一生ドリブルしてればいいだけやもんな。そうなんですよ。痛い。でもすごいです、コータのドリブルは。ドリブルはすごい。ドリブルは。
わって、いや、わって、なんかちょっと嬉しい反面、ちょっとそこが課題なんですよね。いや、思ってないやん。いや、思っていいですよ、俺も。これ、でも、ちょっとは。ちょっとは思ってますけども。やっぱ、なんか、そうですね。でも、キック、まあ、本当にな、キックとかも絶対大事だし、まあ、トラップとかもそうですけど、なんかもう、ドリブルってもう一つの武器であって、もう全てそれだけでも無理っていうの分かってるんですけど、でもやっぱボール持ちたいし、っていうところでやっぱ自分の中でなんか葛藤しながらやっぱサッカーしてるんですけど、でも結局はやっぱりポジショニングとかも大事だし、むずいっす、サッカー。話すの下手。まあ要するに、なんだろうな。もう一回お前やっぱ新人研修行った方がいいんだ。行った方がいいかもしれない。いや、行こうかな、マジで。まあ、オフザボールはめっちゃ大事だなと思います。すごい。なんでそれはなんで、いや、だ結局、例えばボールが持てる選手でも、そのもらう位置とかが悪かったら、ゴール前まで直接できないし、もうそこの、もう現代サッカーで、そこでなんかボールもらってとか、なんか無駄だと思うんで、どんだけゴール前で、いや今は仕事できるかが一番大事かなと思ってます。先生聞いてる、先生からこいつの言葉からそこでもらうの無駄って言ってるけど、こいつはその無駄なことしかしてないってことやから。いや、そういうこと言うたら、俺はただの今まで自己満でボールを触ってプレーしてたっていうのが分かりました、ゆうとさんに言われて。去年から言ってるやんけ、だからそれお前ずっと。そうなんですよ。ずっと言ってるやん。ずっと言われてます。ずっと言われてるけど、そこ直んないとダメっすね。直らへんもんな。ダメ。そろそろな。だから開幕前の、練習試合でハットトリックしたら開幕戦でその勢いないもんな。いや、あのハットトリックはすごかったですよ。圧巻でした。あれはもう、配膳からのパスが来てっていうやつは。開幕戦、その勢い見る影もなかったけど。それ言わんといて。それ言わんといて。ああ。まあまあ、そうっすね。だからこそなんか中断やすね。コウタはさ、でも今までさ、プロの試合出てるからあれやけどさ、ヒカルとケンセイはさ、こう、J が開幕してさ、こう、スタジアムで、まあ、メンバーには入れてなかったけど、その、スタジアムを、いざ本番 J の試合開幕戦っていうのは初めてやんか。あの雰囲気どう感じた、スタジアム見て。やっぱり一体感がすごくて、早くピッチに立ちたいなっていうのはやっぱり思いましたね。あのスタジアムの雰囲気に立って、まあ、練習試合で維新使うこともあったじゃないですか。またあの時の、まあ、雰囲気とは、まあ、もちろん全然違うし、まあ、またプレーするってなると、まあ、どうなんだろうなっていうのを、まあ、全然違うんだろうなっていうふうに思いましたね。なるほどな、はい、森さんどうなんですか。どういうことですか。あ、初めて。森さんはデビュー戦どうですか、自分の考察の。いや、違う、レノファンのね。あ、レノファンの、うん、でもスタジアムの雰囲気ですか。そう、相当の雰囲気。あ、スタジアムの雰囲気はなんか一体感があって、なんか歓声も湧くし、それ今さっき言ってたの。で、まあ本当にそうですね。一体感があって、あんまりなんかなんだろう、ネガティブな要素がないっていうか、なんか、ミスでもなんか、なんだろう、拍手じゃおかしいですけど、あ、そう、なんか、なんだろう、ポジティブな面が多かったと思います。その何、ミスでもなんか、ため息とかなかったり。だから、なんか、一体となって、なんか、サポーターも戦って感じがしました、すごい。なんかちょっと、
聞くやつ間違えたな。言ってくれたからちょっといいとこ見せようとしたらミスったわ。聞くやつ間違えたな。マジミスった。すごいわ、やっぱ強烈ですわ。貴重な振りを持てなかったミスったわ。じゃあさ、ヒカルとケンセはさ、上から見てたやん。はい。上から見てた試合の印象とかどんな感じだった？俺ら上から見てないからさ。率直な意見、自分が思う、もう、あの、別に、その、いい面も悪い面もズバッて言っていいから。こう、あの、サポーターが見る目線と、選手がこう試合を見る目線って絶対違うやん。絶対的に違うから、その、じゃ選手が見る開幕戦しか、まあ、オンジャンの試合してないから、それのダイレクトな印象。光るから。まあ、緊張感ですかね。ああ。じゃあ試合の内容見てどう思った？まあ、最初、自分的には硬いゲームになると思ってたんですけど、意外と、その、下さんが言ってることだったりっていうのを、選手がやってるなっていうのは明確に分かったんで、まあ、自分がピッチに立った時を想像したら、まあ、意外とやれそうなのかなって感じはしましたね。なるほどね。そして健生は、まあ、開幕までの期間でめちゃくちゃ準備してきたことを出すのが難しいんだなっていうふうに思いました。まあ、なんか戦術とか、まあ、攻撃ももちろんですけど、守備もう、まあ、あれだけキャンプとかでやった内容でも、まあ、やられたとこもあったし、うん、まあ、逆に攻撃でできてたこともあったんですけど、まあ、練習でやったこととか、まあ、想定しないことばっかなんだなっていうふうには思いました。じゃあ言葉選んで話せよ。でもそうっすね。いやでもそんな、なんだろう、硬いっていうか、いやでもやったら絶対きついなっていう試合でした、見てて。守って、まあ、しっかり守って、まあ、チャンスも、まあ、多かったわけではないんで、その時間が長かったんで、なるほどね、きついだろうなっていうふうに思いました。じゃあ逆にさ、コウタ、俺とお前ピッチ見てやん。はい。お前どんな感じやった？いや、僕は、まあ、山口がこのボール保持してっていうチーム、これ去年から見てて分かってたんで、うん、でその中でまあキャンプからやってきたこともあって、まあ、ボールをある程度はもう保持して、うん、まあ、5分5分ぐらいになる、あの、ボール保持率とかも5分5分ぐらいになるかなと思ったんですけど、うん、まあ、思ったより回される時間多くて、うん、まあ、その中で早い時間帯に先制点取れて、まあ、守備、まあ、僕が思ったのは、なんかもう守備のその最後までその趣味の人たちに助けられたというか、なんだろう、もう本当に全員で耐え抜いて、その1点をもう守りきった試合になったかなと思ってます。なるほどね。やっててどうやった？いや、率直な意見。なんかもうそれ、もうかしこまってるやん。よそ行きやから、はい、もっとさ、こうお前ら3人ともそうやけどさ、あの、今俺が聞いてるのはさ、そういう予想行きじゃなくて、自分が率直に思った意見を聞きたいな。こう、結局、ピッチ内で感じるものと、こう上から見るものって絶対違うし、で逆にまた、その、選手が感じる目線と、サポーターだったり、まあそうじゃない人がダゾーンで試合見たりとか、または記者の人が見たりする感じって絶対違うから、選手があの試合を来てどう思ったかをちょっと聞きたいな。俺とコーターはピッチレベルいたけど、ケンセイとヒカルはあそこいて、こういうとこないんじゃないかなとか、これもっとこうした方がいいんちゃうかなとか、絶対あったと思うね。自分やったらこここうできたんちゃうかなとか。ああ。確かに。まあでも俺は逆にだからピッチやってて、はい、これぐらいの相手やったらもっとボール回せるやろと思ってやってたから。うん、俺はね、別にプレッシャーもそんな強くないし、怖くないし、まあ、歌さんがあんま前から守備するの分かってたから、だから結構高めのラインでボールを自分たちが保持できるって思ってたのに、できひんかったことにめっちゃイラついてたから、試合だから。
俺はね。なるほど。ボールを保持するっていうあれがあったから。で全然そんなにプレッシャーきつくなかったから、そうそうそう。確かに。そういう意見を聞きたいわけよ。せっかくやから。まあ、自分はやっぱセンターバックなんで、そう。この目線で見ちゃうんですけど、うん、やっぱり結構決定機も作られてた部分があったと思うんですけど、ショートカウンターのシーンで、うん、やっぱりボールをの保持する、なんだろう、保持する保持の仕方っていうのがやっぱり、あんまり、まあ、保持できたんですけど、保持する上でやっぱりリスク管理っていうのが、ちょっとできてなかったのかなって感じはしましたね。ああ、やっぱでも、うん、それは思う。うん、ケンセイは？そう。なんか、まあ、攻められてる時間も多かった中で、もっとシュート、なんだ、シュート、まあ、ミドルとか含めて、まあ、ちょっと丁寧に丁寧になりすぎてるのかなっていうふうには、それでまあ取られてカウンターとかもあったんで、まあ、なんか思い切りやっていいところももっとあったんじゃないかなっていうふうに。思いました。まあ、もし自分がピッチに立ったらの話。はい。コータは？まあ、僕もどちらかで言ったら絶対もっとボール保持できたかなっていうのを思ってて、うん、そのまあ、ゆずさんも言ってたように豊が前線が守備ないから、そこで絶対2対1作れるからその間で回せて、なんだろう、まあ、キャンプからやってきて、まあ多分硬い、まあ、開幕戦で硬いのもあったと思うんですけど、まあ、回した方がもっと楽しかったなと思ってました。なるほどな、まあ、そう、まあ、大体そういう目線になるような選手やったらな、リアルなところやと。なるほどね、結局お前ら回さへんや全然。ちょっと話題変えよう。じゃあ、お前らプロサッカー選手だったやん。はい。初任給何に使ったの？初任給。初任給は、まあ、初任給を貯めて、ソファーを買いました。この後ろにあるやつなんですけど。いや、絶対、絶対いいソファーやん。いや、めっちゃいいやつ。いくらした、いくらした、いくらしたん、それ。これは、まあ、そうですね、5万円くらいの。高っ。で、まあ、自分からしたら高いです。他の選手からしたらどうか分かんないんですけど。ああ出た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 。いやでもやっぱソファー他の人の家行ってもいいなと思ってたんで、まあ、いい、ちょっと頑張って、はい、ソファー買いました。それは僕は福岡に会議終わった後、福岡に美味しいもの食べ行きました。何食べた？もつ鍋。うわ、いいね。ね、はい。ああ、いいな。最高っす。そういう使い方やねんな。ゆうとさん、何使ったんですか？俺だって初任給手取り12、3万やからさ、そんな他に使わない。あれがなかった、当時。なるほど。生活するのにいっぱいいっぱいやったから、うん、別になんか物を買うこともなかったし。かな。なるほど。寮、しかも寮生活やったから、寮あったから。ああ、そう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 。なるほど。テレビかな。ああ。まあ、そうか。強いて言うなら多分テレビ。それ一、あれですか？え？何？1年目に買ったんですか？テレビ。そう。当時、テレビ高かってまだ液晶32型、多分5万、6万ぐらいする時代やったから。かっこいい。森さんどうしたんですか？森さんどうしたんですか？はい。森さんどうしたんですか？あ、僕さっき10番、充電が20、低電力モードになっちゃって、あ、やばいなと思って。充電切っちゃう。最初なんて言ったお前？ G パン？いや、充電が。いや、完全に G パンって言いました。G パンって言ったやん。はい。噛んじゃった。いや、噛むレベルのことじゃないやろ。全然違うやん、もう。ドレス回ってないわ。いや、いつもや。それいや、ゆうとさんに回してもらってるな、なんか。いや、ありがたいです、本当に。ありがとうございます。危ねえ、危ねえ。結局やん。いや、もう危ないですわ。
でもコータのことは別に知りたくないねん、知ってるから俺。まあ、レノファの人がどう思ってるかは知らんけど。何のこと言わないんですよ。わかりやすく言うと、アホ。挙動不審。それは間違いね。頭、多分みんなが思ってる以上に頭が悪い。はい、でも、サッカーのボールフィーリングの技術は高い。なんだろうな。的確です。でもそれ以外は基本的にアホ。的確です。なんだろうな。だから多分よく、惜しいなっていう。好きにな、嫌だな。そういうイメージやんな、基本的にはな、ことは。まあ、ずっと言われてますね、それは。言われ続けてます、エイトさんには。じゃあさ、ヒカルとケンセイはさ、大学の時から知ってたよ、同じ関東大学で。はい、知ってました。お互いの印象はどんな感じだった？俺は別に仲良かったとかじゃないやろ。そんなまあ仲良かったんですよ、あの選抜とかで。ああ、そっかそっか。知ってたんで、こいつとにかくヘディングめちゃくちゃ強かったんで、ゴールキックとかの。うん、でもこいつがいない方のセンターバックに蹴るようにしてもらって。すごい。いやもう本当びっくりするぐらい強くてヘディング。強いよな。そうっすね、もうなんだ、なんか、まあセットプレーで上がってこられても嫌だなみたいな選手でしたね。じゃあ逆に僕は1年の時からもうお互いに出てて、もう1年あの県政の相方のフォワードの相方2トップだったんですけど、うん、相方もフロンターレ行った旗手ってやつで、あああれよね、もう2人とももう嫌で、本当にもう嫌でしかなかったです。県政のあれか2トップで旗手くん、はい、ほぼ4年間それでツートップだったでしょ。だってほぼ4年間すごいな、すごい仲いいね、うん、はい、エリートやん。いやいやいや、もう本当に片方の旗手がどんどん上に行ってって、それを悔しながら眺めてましたね。エリートやん、エリート。全然全然エリートじゃない。すごいわ、スーパースターだわ。ACL も出てて。お前が言うな。すごいわ。スーパースターなんて光る。マジでスーパースター。いやいや。すごいですわ。でも、コータもすごかったじゃん。もう一人。でもあれ、あれ、コータ、あの森コータ、名古屋の最高傑作。あ、最高傑作。すごい。言うとさ、あかんよ、それ。ちょうど。名古屋の最高傑作やからさ。違う。違うよ。今のコンビじゃなくて。言うな、それ。名古屋史上最高傑作やもんな。それ杉森なんじゃないですか。言われてんの杉森って言われてんの、多分ね。いや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 。名古屋の司法って。そんなことないじゃないですか。名古屋の最高傑作じゃないですか。ゆうさん、ダメですよ。ダメですよね。本当に。あかんよ。ゆうとさん。はいはい。トミさん。トミさん。はい、トミさん。大丈夫ですか？大丈夫じゃないですよ。トミさん。大丈夫じゃない。どうなるんですか？トミさん、これ危なかったです。3人だったら、本当に。危ない、危ない。本当に危ないです。トミさん。よかった。やばいっすよ。え？いや、もう、ぐだぐだもいいとこっすよ。どうなんだろう？視聴者の反応は。わかった、これ。人気者になるために、ゆうとさん。もうね、もう話がもう多分それじゃ持たないです、こいつらの場合。確かに、多分5分で終わりますね、その話。途中からいい具合にみんなのこと引き出す。ボキャブラリーないし、本当にありがたい、引き出しもないし。いい具合にね、喋れた。お前が言うな。ほんまに、えぐい。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。結局俺の貴重な1時間を。結局すいません。さあ、なんかあるさまし、ゆうのさん。思ってねえだろ、お前は。おい。思ってますよ。思ってねえだろ、お前は。思ってます、思ってます。思ってねえだろ、お前。ゆうとさん、思ってます。お前。あ、こうた、今度はお前、公開で坊主にしような。いや、えぐい、えぐい。いつかやろうな。いつかやろうな。もういじりが異次元。頑張れ。いつかやろうな。
もう一回やろう。もうなんだろう、すごい異次元だ。え？本当さ。いつかやろうな。全部そういうことしたから言うか。それが多分一番盛り上がると思うから、俺は。いや、盛り上がる。いや、これ、俺の気持ちになって。俺の気持ち。森光太断髪式。いや、いい。生配信。金星に譲る。で、じゃあ今年何点取るの、お前。はい。何点取る予定なの。何点って、まあ、まあ、あれっすね。やっぱり、勝ちたいっす。いや違う違う違う、俺の質問の答えじゃない、それは。はい、もう配信終わりじゃないですか。違う。配信終わりじゃないですか。コウタ違う、それは違う。俺の質問の答えじゃない。いやだ、俺答えない。コウタ君。僕は答えません。コウタ君、ダメ。それは違うんですよ。コウタ君。え、待ってください。え、これ、どあれですか。そりゃそうやんだって、お前、フォワードの選手やねんから。え、うん、お前フォワードの選手やねんからさ、お前何点取る予定なの。取る予定っていうか、もう取れるだけ取りたいですけどね。僕は取れるだけ取りたいと思ってます。違う、それじゃない。それはみんな。具体的な目標。具体的な目標はまあ、まあ、なんだろうな。具体的な目標は、やっぱり、ルート5分の2とか。え？ルート5分の2点ぐらいですかね。それ何点だから。自分で言ったんやからちゃんと計算して出してみてよ。すいません、計算できません。で、何点取る。ゆうてさん、今どこですか。台所ですか。いえ、リビング。いや、リビングか。そういう質問はいいから、はい、何点。何もうえっち、ゆうてさん、長い長い。なんでやねん。ゆうてさんが言うこと分かってるから、長い。なんでやねん。待ってさ、これ今 YouTube の質問とかあるんですか今。言ってるよ、何点取ってか教えてくれとか。まあ、いや、こういうところでそういう意気込み出せへんか。出せへん。いや、まあ普通に、まあ、分かんないですけど。いや、もうそんな分かんないとかそういう前置きはいらんねん。まあでも得点、まあ、アシストと得点取りたいですね、たくさん。違う。だから、具体的に何点目標って言ってる。何点だろう。逆にじゃあ何点ぐらいですかね、目標は。いや、2桁はいかんとあかんやろ、もう。まあまあ、そのポジションやるんだったら。だって、あのポジションは絶対点取れるやん、県政もコータもそうやけどさ、普通に。なんていうの、あのシモさんの言ってる理論をさ体現できれば絶対点取れるやん。はい、2桁から見たいですね、確かに。そうやろ。じゃあそれシーズン終わっていかへんかったら俺がお前に断髪してくるからな。ほら、それ言うの、言うの、それ言いたかっただけでしょ。これ、あの今多分300、はい、みんな聞いてるんで。みんな聞いてるから、もうやっぱな、それぐらい言ってもらうと。そりゃそうやろ、お前それぐらいの覚悟持ってやるやん、嫌やったら。思います。ゆうとさん、なあ先生、それ言いたかっただけだと知ってた。ゆうとさんがそれ言いたかっただけって知ってましたよ、俺は。なあ、聞いてるんで。お、断髪式やな、これ。ゆうとさん、俺が知ってる、知ってます。大丈夫、あのお前だけじゃなくて、今度画面映ってる残りの2人も行くから、俺。全員丸刈り。あ、そういうの。そう、全員行くから。全員丸刈り。うん、3人とも丸刈り。そう、3人とも断髪式行ったら。高校生。確かに。3人断髪式やるんです。団子3兄弟になっちゃうの。ちょっとどういうことですか、それ。ちょっと説明してもらっていいですか。うん、説明する余地もありません。すみませんでした。ちょっと説明してもらっていいですか。すみません。森君。県政が、県政と光が、なんか話したいことあるらしいです、2人。雑だな、お前。たくさんなぁ、下手くせぇなぁ、恥ずかしいなぁ、まだ。え、でも、ヒカルは去年強化指定とかってやろ。強化指定でベンチに2回入りましたね。すごい。そうなんだ。すごいっす。すごいな。ホーム。いや、ホームタウェイ1試合ずつ。すごい、それ貴重。貴重でした。うん、あ、上のキングダムの T シャツ着てるやつは、ああ、はい。
自分が決まったのが、11月だったので、そうですね、もう、その時にはされなかったですね。はい。されなかった？はい、されなかったです。あはい。おい、下のやつ汗かいてんじゃうぞ、おい、森コータ、お前。汗かいてるやろ、お前。汗かいてない。おい。今、冷房ガンガンっすよ、俺。え？いや、やばい。早くない？嘘でしょ？マジ、マジ、すごい。そんな暑い？いやー、オレンジ暑いね。嘘。日がよく当たるし、寒いし。お金持ってますわ。え、どういうこと今ね。どういうこと？日がよく当たるし、寒いしって、頭大丈夫かな？あの、暑いときは暑いし、寒いときはクソ寒いですよ、俺の家。あの家な、あと汚いしな。そんなこと言ってる。ユンタさん、汚くないからね、ユンタさん。でも玄関はめっちゃ汚いです、開けたら。あ、見た、お前。はい、見ました。玄関は開けてる。こいつあれやで、あの洗濯機で回した洗濯もそのまま半日か一日放置するやつやから。最悪。それはもう最近ないっすよ、それマジで。でもなんか想像できますわ。うん、でもちゃんと今、あもう映したらやばいか。今せあの干してますよ、いっぱい。絶対嘘。え、マジっす、マジっす。ほら、電気もつけっぱやもん、こいつ。それは。ほら。部屋干し。あ、いつも着てるやつ。あ、いつも着てるやつ。お気に入りのやつね。お気に入りのやつ。お気に入りのやつ。タオルあって、こうやって、しっかり。見なくていいか、コウタがな、生活汚いのわかんねえな。もう見てるから。はい。ヒカルと天性はちょっとわからへんからな。いや、ヒカルチーも綺麗ですよ。あの、見たんですけど。はい。結構。あれは、まあ、まあ、想像通りって感じか。想像通りっすね。でも、あれで、俺もあれで綺麗ですけどね。どの口がいいの？お前ロッカークソ汚いやろ。そこしか見てない。ロッカー大掃除しました。ロッカーはあれは違う。あれはアンカツっす、マジで。アンカツ。違うやん。俺も言うわ。だってこれぐらいのさ、残ってるさ、ペットボトルがさ、10本以上あったやん。あれ。オレンジ公共の、あの、向こうや、あの、言ったら、お前これぐらい残ってる、あのさ、飲み差しのさ、ペットボトルがさ、ロッカーに散乱してたやん。あ、こいつのロッカー最悪ですわ。じゃあまあまあ、俺も確かにゴミあったっすけど、でも、9割方アンカツくんすよ。アンカツの OS1 を。いや、こいつ、いや、違う。お前よくないよ、そうやって人のせいする。お前がよくないですわ。なあ、こいつ、この前あれですよ。まあ、だとしても捨てればいいんですもんね。なあ、500ml のジュース飲んでるときに、飽きたとか全部捨ててましたよ。もう最悪。お前、最悪やろ、お前。コウタどんどん下がりますよ。コウタの株。誰やばくないそれ。何それ。いや、お前、二口ぐらいしか飲んでないのになんか、いきなりもう飽きたとか言って捨て始めたじゃん。はい、なんだっけそれ何のやつだっけ。コウタよくないな。キララで。反省して。あったっけそんなの。反省して。反省して。気がするけどな。ちゃんと反省して。それもったいないことしないで。はい。もう電気も、後ろもつけっぱやし、あの、廊下のあそこの。人の車乗ったらゴミ置いてくるしな。言うな、それ。すごいやん。それは、コータの株が下がりまくってる。もう どの人の車でもやっちゃう。誰でもやっちゃう、車。ゴミ忘れんと。最悪やな。やっぱ光が綺麗に来やねんな。じゃあ光、逆に県政どうだ。県政はもうめちゃくちゃ綺麗ですよ。本当に。ありがたいです。あ、顔は黒い。おい、言うな。確かに。あ、コータは来たことないよね、部屋。ないかもしれん。綺麗好きなやん。あんま俺行ったことないよ。誰も多分、あんま、カズマ君。あんま呼びたくないと思う。うん。え？いや、あんま呼びたくないか。呼びたくない。俺ももう、あの、呼びたくない。散々お世話になったから、もうあれやけど、もう多分コータと飯行くことないもん。ゆうとさん、行きましょう。いや、いい、もういい。散々お世話になったんで、一応、行きましょうです。いや、いい、もう散々お世話してもらったから、もうあれやけど、もう大丈夫。やっぱ、あの、あれやもん。遠いっすもんね。ゆうとさん、遠いもんな。あの、正規の部屋に住んでから、ちょっとやっぱさ、あの、当時、花粉症の症状で鼻詰まりとかひどかったけど、正規の部屋に変わってから、ちょっとマシになったからさ。
それはちゃう。それは待って。それはマジであれですよ。ああ、うっさ。え？それマジであの気持ちいいっす多分。体は正直やからさ。まあまあ体は敏感っすもんね。そう。先生。あ、はい。そろそろまとめてください。はい。やっと終わる。やっと終わる。ゆうさん、ありがとうございました、今回は。ゆうてさん、ありがとうございます。ゲストのはずなのに、あの、回していただいて。結局、ゆうとさんの好感度上がっただけじゃん、これ。はい、コウタが最後に大騒ぎ。コウタの好感度が下がっただけ。下がっただけで。俺の好感度下がって、ゆうとくんの好感度上がっただけ。違う。お前の好感度はこの3人。まあ、そのまま平行線やけど、お前の好感度がただただ下がっただけ。あとであのコメント見てみ、すごい、あのコータの。やばい。やばい。すごいよ、うん。よかったな。急に優しくないなって。え、よかったな。よかったな、コータ。やばいから、まあ、あとでゆっくり見てください。そうだね。楽しみにしといて、コータ。はい、わかりました。ほんま疲れたわ。はい、すみません、ゆうとさん。あの97年組3人とゆうとさんゲストってことだったんですけど、ゲストのゆうとさんにずっと回してもらって。はい。ありがとう。もういや、もう絶対、はい、トミさんから来ても俺断るついは。ゆうとさんの教えをもとにあの人気者になれるように3人頑張ります。じゃあ今日の SNS の投稿楽しみやな、3人とも投稿すんやろうな、なんか。はい、学べしますんで。楽しみやな、はい、今日。ありがとうございました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 、いつか。はい、お疲れ様です。大丈夫ですか。はい、終了です。はい、退出します。僕も退出します。